んで盛り上げたので手拍子をぜひお願いします。ありがとうございます。今日は本当に貴重な30分間を使って一人一人の心に届けることできると思います。まだ明日に最後全力で届けてくれます。全力の時にご覧ください。ありがとうございました。僕は心を満たして